勝山城は、現在の山口県下関市の勝山にあった、日本の城、勝山城とも表記される。幕末、長府藩が、勝山ん、2019年2月26日付で、国の史跡、勝山御殿跡となった。勝山の山頂に築かれた連閣式の山城。追記年代は不明だが、令和4年に、大内市家神の長戸三子郷が築城したとも言われる。 大英元年に九州に対する備えとして守護大名大内氏の重臣内藤大木森が入るが大英七年に近接する。高森氏は津原前勝や津田を来てるらの火星を得て1万2千の軍勢で勝つ山城を取り囲むも内藤氏には大内氏が火星して3万5千の大軍となった。逆襲に転じた内藤勢は青山を攻め落とした。 天文二十四年の五福島の戦いで勝利した毛利元成による巣王、長戸への侵攻により、工事三年三月に大内義長は本拠地である山口を脱出。内藤隆史よと共にこの城に牢城して毛利軍と戦った。要害であった勝山城を包囲した元成がヤブによって降伏を促したところ、四月二日に会場して議長の除名を嘆願する。 高潮は自害した。その後議長は、勝山城を出て、長福寺に入ったが、翌3日には攻め寄せた毛利軍に追い詰められて、自害している。落城後は、入江橋親が常番となった。現在でも、勝山山頂に、頂上周辺に車や矢倉の跡地などが残っている。勝山御殿跡幕末期に、勝山の山麓に築かれた長州藩士藩の、長府藩主の館。 文久3年5月から、長州藩は関門海峡を通過する外国船への砲撃を開始したが、その後6月にフランス軍艦の報復攻撃を受けた。それまでの長府藩邸は関門海峡に近接した海岸沿いの場所にあったが、情勢が緊迫する中、藩主も利元州が藩邸を内陸に移すことを決定した。 同年6月28日から翌年にかけて行われた特管工事により、勝山山六に勝山五殿を築いた。工事には、調布藩領内の男女が総動員された。文久3年2月1日には、調布藩主の居城となったが、明治に入って地藩寺が調布に再移住した後、しばらくは豊浦藩町とされた後、明治6年に解体された。解体の際、 建材の一部は移築され、調布の格恩寺の栗、客殿となった。なお、本丸の石垣は良好な状態で現存していた。勝山御殿は、勝山と塩路山の南麓に位置する谷間に築かれており、山々を背にする北側に本丸を構え、南側に向かって二の丸と三の丸が作られた連隔式の構造となっている。 本丸はさらに南北で2段の区画に分けられており、藩主の家族が住む北部が奥の院、南部が藩主が公務などを行う表とされており、本丸奥と表の間は石垣と水堀で分けられていたが、渡り、廊下が繋がれていた。上角の構造は、勝山御天指図に記されていたが、近年のさらなる発掘調査により埋没していた。 二の丸三の丸の上類や本丸五点の基礎が発見される。大手門のあった三の丸に横山姿が発見されるなど縄張りも詳しく判明した。砲撃の目標となることを防ぐため矢倉は建てられていない。また、乱積み、山形積みなどの伝統的な工法で石積みされた石垣の上に土類を設けるなど砲撃線を意識した上瑠が特徴的であり。 金星城郭と幕末の台場の構造を組み合わせた金星最終期の城郭である。2009年までに勝山地区公園として整備を終え、クルワとその石垣を生かした公園となった。2018年11月、文化審議会は幕末期の緊迫した軍事状況や当時の追記技術を知る上で貴重な資料であるとして、 勝山御殿跡として国の史跡に指定するよう答申した。2019年2月26日、官報告示により正式に史跡指定された。勝山御殿跡の周辺には、勝山の他に青山と塩路山があり、勝山山三山,山のハイキングコースとして市民に親しまれている。青山の山頂には青山城跡がある。青山城青山は、 勝山の南西方向で尾根続きとなっている。追記年代は不明だが、大英7年の勝山聖山の戦いで、青山城は陥落したと言われている。その後、英6年間に大友氏への備えとして、毛利氏が築城したと考えられている。頂上付近には、車、石垣、立て堀などが残っている。ありがとうございます。